今回で最後かな。この夢日記 3D。もうここでこうやって、日記を書くこともないのか。もうここでこうやって、おもむろに、ベランダに出て、おもむろに、どこかへ行こうとすることもないのか。わかりませんけども。まあ、前パートかな?でも言ったけど、まだこの夢日記 3D、開発途中なんで、現時点での、そのエンディング、どういう風になってるかは、わかりやせん。入れるかな?入れない。で、今回はですね、まずあそこに行きたいんですよ。あそこに行く前に、この、一応メインの目的地は、間違えた。メインの目的地は、あそこ。鍵を使って、また間違えてるな、壊れるな。鍵を使っていく、ところは、ここですね。一応ここがメインの目的地なんですけども、その前にもうちょっと探索したいところがあるんで、そこに行こうと思います。本屋みたいなところ、本屋じゃないな、絵本の世界。俺の中での通称、絵本の世界。お部屋みたいなとこね。それじゃあ、あそこまで飛びましょうか。じゃあ、いつものカットで、一気にワープしますよ。いくよ。せーの。はい。え?そんな都合よく飛べるわけないでしょ。ちゃんとね、こうやって地道に歩くわけですよ。どこにどうやって進むんだっけ?お、着いた。なんやかんやで着きましたね。で、ここもちょっとまだ見たいんだよね。ここじゃないな。ここから先の、下りかな?上りかな?このゾーンもまだ、俺的にはまだ探索し尽くしてないというか、まだまだ謎の多い感じだな。こっちかな?こっちでええのか?ここがええのか?この先に進んだところが、あ、ここだな。ここに行きたいんですけども、まだだよ。まだ、まだ調べたいよ。何もないの、もう、なんだろう。エフェクトとかないのは分かってるけど、でもまだ見たいっていう。で、ここ、落ちるとどうなる?わー、すげえ落ちたー!ボヨンボヨンと。ふう。自転車がなければ即死だった。この自転車のタイヤが、うまいこと衝撃を吸収してくれたんだな。多分ね、自転車がない状態だったら、窓付きはね、大変なことになってたと思う。なんだっけ、5点設置着地法みたいな、あれを使って、衝撃を分散、間違えたこれは、すいません。珍しく天然が出ました。あ、でも最近天然って言われたな。カラさん意外と天然だよね、みたいな。なんだっけかな。あ、とり、こっちでいいの?あ、ここ、迷ってます、今。さっきの煙が、黙々っとなってるところに行きたいんですけど。なんだっけ、その5点設置、なんたらかんたらは、とりあえず置いといて、戻ってきちゃった。ね、確か、理論上は、ビル5階の高さから飛び降りても、ダメージを分散して、衝撃を分散して、無事でいられるみたいな。ただし、良い子は絶対真似しちゃダメだぞって、バキに書いてあった。ガイアと戦う、ちょっと前あたりだね。で、その後、地図を広げて見てみたら、後ろからレンジャーの人にパクっていかれるっていう。で、その後、ムシャーって、リアルにムシャーされそうになるのが、バキの、北海道大雪山、だっけ?変。対ガイア戦、変。あのシーンで好きなのは、ね、ガイアたちと戦い終わった後、空海って言って、あ、空海って言ってもあんこの方じゃないですよ。桜京子の方ではなく、ガイアが、飯を作って、違う、ガイアじゃない。まあ、あの人たちがね、飯を作って脇に言うわけよ。空海って言って。で、その後、歌を歌うじゃないですか。なんか、もしも、オイラが死んだなら、あの子でトゥルルン、チュルルンルンっていう歌があるじゃないですか。あのシーンでバキが、ガイアさん、なんとかさん、なんとかさん、みんなありがとうみたいなシーンのところで、最後に、双子のお二人、ありがとうみたいな、取って付け加えたような、ね、結局、最後の最後まで名前を聞くこともなく、なんとかの人みたいな、あとなんだっけ、ナイフ使いの人とかだっけ。あのシーンちょっと悲しいよね。あそこまで死闘を繰り広げたのに、名前すら知らないっていう、通称で、なんとなくの特徴でしか、
なんていうの、お話でっていうか話題に出ないっていうのがまた悲しいなっていう。それこそあれだよ、あのなんかメガネの人とかと同意ぐらいでしょ。ちょっと悲しいな。なんであそこでね、なんだろう、俺実は山田っていうんだ、俺実は佐藤っていうんだみたいな、そういうシーンがなかったのか。でね、こっち側とか行ってないし、あとこの先もちゃんと調べてないんだよね。この先にテレビの小部屋があり、ここにもこれ何、こっち落ちていい、御殿設置。あ、やべ、ここってもしかしてあのシーンだね。俺がこの前、あれ落ちるところがあるっていう。あー、しまったな、またあっち側調べたいんですけど、ちょっとまた戻りますね。じゃあ今度こそいつものワープでいきましょう。せーの、ほい。まあここカットね。よいしょーと戻ってきましたね。ナイスワープ。いやー、いいワープだったわ。あれだな、なんだっけ、なんとかジャンプ、あのなでしこに、機動戦艦なでしこに出てきたなんとかジャンプ、名前忘れた。そしてこっち側かな、まだ来てないのは。なんですか今ちょっと、むん、み、順序をどうしよう、はあとは万華鏡をちょっとすげえ似てるなと思ったんだけど、すごくさ似てるって思わなかった、最初聞いた時ね。もうできないミッドナイトでしょ。何この部屋、調べんの怖いっすよ。あ、ちっちゃい窓付き、窓付き、ちっちゃい窓付き、ちっちゃい、これ窓付きのオルゴールなのか。ま、あ、あ、窓付きがオルゴールになってしまったよね楽しい。ん、 おい、ちょっとバグってる。あ、ここから出ると元の大きさに戻ると。このロッカーみたいの何、このメモ帳、ミルクって見れるね、下の方が。 PIS、 なんだろう、調べても何も出てこない。中でオタコンがおもらしをしているとかそういうこともなく、ぐさ、中に誰もいませんよ。ここで目隠しをすると特に何もなく。今気づいたけど、こんなマリオみたいなジャンプなのか。へえ。迷ってきちゃうんで、とりあえず起きましょうか。ウェイクアップ。目隠し状態でウェイクアップ。なかなか意味深だったね。好きでもああいうの。さあ、走行しているとメインのコーナーをやる時間がなくなってしまう。急げ、エフェクトバイシクル。さあ、お待たせしました。ここを開け、まっすぐ進む。このピンクとグレーな世界、そしてこの鍵を開ける。ホーネット、もういいや、しつこいね。開ける。さあ、3つの鍵を開け、先へ進めるぞ。進むぞ、いいのか、進むぞ。エフェクト、自転車、ナイフ、包丁、パレット、8ビット、モノクロ、サイクロプス、オプロブラス、そして光が。この先は窓付きの希望の光なのか、それとも一歩一歩と進んでいく。この先に本当に進んでいいのか。行こう。Thank you for playing Unix 3D. More updates welcome soon. もうちょいしたら新しくなっぺよ。あんでさ、なんちゅうか、ここまで楽しんでくれてありがとう。でもまだこの先作ってねえんだ。なんで、まあこの先は待っててくれなって。おお、強制終了。いいんですか、その終わりで。
まあこの夢日記 3D がまだ終わってないっていうね、まだ終わってないというか、まだ始まってもいないのかもしれない。そう、今後どのようなアップデートがあるか分かりませんけども、とりあえずひとまずこの夢日記 3D 実況プレイはここで終了と。もし続きがあるとしたらアップデートがあって、もしくは完全版が出てからかな。まあ、いつになるか分かりませんけども、気長に待ってようかな。もし夢日記 3D のアップデートとかあったら、また情報をツイッターとかで流してくれたら、リツイートとかで回ってきたのをまた見ようかなと。それまで皆さん、クッキーでも焼いて首を長くして待っててください。おしまい。